中。ですね、Google ニュースで、小型 EV のトライク先行予約を開始18万8000円というニュースがあって、これいいなと思ってますね。こういうトライクってこういう三輪のあのやつなんです。これの電動が18万ってめっちゃ安くないか。これ多分2人乗りもできるんですかね。で、ですね、あのミニカー登録なんで、なんだっけ、運転免許、普通の車の運転免許があれば乗れるんで、確かあのヘルメットも必要ないんですよね。で、リチウムイオンバッテリーで4時間の充電で30キロ、最高速度30キロ。色がブラック、シャイニングパール、ルージュピンクの3種類。これ良くないですか？あの、2人乗りはできるのか？だからその、車の稼働率みたいな話あるじゃないですか。その7人乗りとかの車じゃ、稼働率どのぐらいなんだみたいな話で、で、大型の家族なら7人乗りとかの大きな車ってみんな乗るからいいと思うんですけど、今1人とか2人とかだったらこれでいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。はい、1人乗り2人乗りみたいな感じで、で、固定費もかかんないんで、これ別にシェアリングとかできるじゃないですか、多分。その、ね、まあ、保険とかはちょっとあれだと思うんですけど、ちょっと考えたのが、その、近隣の人たちと、LINE グループとか Facebook グループみたいので、サブスクリプションみたいなので、まあ、その、ポルカの月額のやつとか、ノートの月額のやつも出るらしいですけど、まあ、なんか、こういうのでサブスクリプションで1000円とかでみたいな、月1000円で借りれるみたいな感じで、そしたらいいなっていうふうに思うんですけど、どうなんですかね。クラファンで1年分1年使えるみたいな。あ、それで集まるかな。ちょっとポルカ立ててみますか。で、集まったら買って、で、そっか、それでちょっとやってみようかなと思います。ポルカで小型 EV トライクを買いたいって言って、で、リターンがその借りれる金額に応じて、1万円ならもう永久に借りれるとか、そういう感じにします。あ、じゃあ永久で借りるでいくか。あ、そうしよっか。永久に借りるで、どうしようか。まあ、細かいところは別にいっか。とりあえずやってみてっていう感じで、ちょっとポルカ立てたいと思います。そこリターンもそれにすればいいのか。ちょっと堀江さんのメルマガでちょっと質問してみようか。とりあえず買って、集まったら買っちゃえばいいんですよね、別にね。保険とか、保険とかちょっとわかんないんですよね、車が。車の。どうしよう。保険ってどうなんだ？トライク。トライク、シェア。保険か。ちょっとこれで
検索してみたいと思います。トライクシェア保険、トライクは原付と客の対応、対象となります。めんどくせえな、保険がね。どうなんだろう、これでもトライクレンタルシェアやってる人いますね、気になるな。ツアーメンバークの信頼もあり、車も大きめです。向きはレディートだったんですが、ここで貸し出しに行くと、部屋部屋の大きな。事前に同意書へのサインをお願いいたします。バイク未経験の方は一度ご相談ください。保険は2位でいくか。よし、立てよう。じゃあ、トライク、自賠。自賠責、まあ、任意でみんな保険入ってねっていうことでいいんですかね。とりあえず買おうかな。でいっか。ちょっとポルカ立ててみたいと思います。で、まあ、別に、ペペのなんかやつもポルカ全然立たなかったんで。はい、立ててみたいと思います。